シャシの車検を取ろうと思ったんですが、サイドバンパーがコタコタで、多分これだと車検が通らないかなと。全部サイドバンパー折れてます。これはちょっと配線も全部切れてひどい状態なんですが、かなり修理代かけて本州から持ってきたので、捨てるのはもったいないなと思って車検を取ろうと思います。今反対側のバンパーを全部外して、もう一台あるシャシのサイドバンパーと交換しようかなと思ってます。ここもボロボロです。玄関前から水道引っ張っていってます。こんな感じで掘って水道管入れて向こうまで引っ張っていくようです。今日も天気がいいので一日で終わってしまうかなと思います。もう配管つないで埋め戻したようです。こんな感じでずっと後ろまで行ってます。先日水道工事やったとこ埋め戻して舗装やってます。これで綺麗に元通り1台のシャーシーの方と比べたらほぼ同じサイズなので、これと取り替えて車検を取りたいなと思います。全然こっちの方が錆が少なくて、こっちのバンパーは全部ここ折れてボロボロですね。サイドのバンパー付け直しました。黒いボロボロだったやつをシルバーのサイドバンパーに、駐車ブレーキもコタコタでこんな感じで全部腐ってハンドルも動かなかったので、今向こうの方から外して付け替えました。一旦シャーシーを下ろさないと車検が取れないので、リフトが2台と後ろにユニック車で釣って一旦今下ろそうかなと思います。こんな感じで、まあ3台で挟めば
なんとかモテるかなと。大丈夫かな。抜けそうですね。無事抜けました。ちょっと。何？ヘルメットよし、カッパよし、安全靴よし。安全帯は今ハンマーよし。うん、ハンマーよし。ちょっと待って、打ち合わせしよう。